こんにちは、KZP プラスです。現登場にワイバーンのレベル25が追加されましたね。攻略はレベル20の時にやってますので、簡単な解説にとどめようと思います。ワイバーンのギミックは、カウント2と1のターンはウィングシールドの発動で防御が強化され余ダメが取りにくくなります。カウント0のターンは防御弱化状態になりますのでここでダメージを稼ぎたいです。ただし、アブオイドが発動し、回避の状態になります。つまり、ウィングシールドやアブオイドが発動する前に攻撃することで、余ダメが取りやすいということです。敵の行動より早く動かねばならない。ということは、ファスト技やオーバードライブ攻撃を使うということになりますね。これさえ抑えておけば問題ないかと思います。ただですね、ちょこっとプレイした感じだとこちらの火力が強ければ、防御の上からでも余ダメが取れちゃってる感じがするので、もしかしたらあんまりギミックにこだわらずに火力系で組んだ方が強いのかも。一応、ワイバーンはヒートアップがありますので戦闘が長引けばその分、敵の攻撃力が強くなるので、短期決戦が望ましいです。杖です。杖ももう、何やっても大丈夫的な、パラダイスのような武器種だよね。ということで引いたばかりの呪辞、やブアッハ神をどんなもんかなと、見るためにもパーティーに入れて、みました。陣形は2王前の陣を採用、中央には城、被弾すればする、ほど周囲にバフをばらまけますし、直接攻撃を受けた時は頭突きで、カウンターできますし非常に有能。攻撃はオッドサークルからの、スペクタクルゲートとチェックメイト、で大きな余ダメも取れますし、申し分ない強さを持つスタイル、杖です。杖ももう、何やっても大丈夫的な、パラダイスのような武器種だよね。ということで引いたばかりの呪辞、やブアッハ神をどんなもんかなと、見るためにもパーティーに入れて、みました。陣形は2王前の陣を採用、中央には城、被弾すればする、ほど周囲にバフをばらまけますし、直接攻撃を受けた時は頭突きで、カウンターできますし非常に有能、攻撃はオッドサークルからの、スペクタクルゲートとチェックメイト、で大きな余ダメも取れますし、申し分ない強さを持つスタイル、次はエスパーガールを選出、サイキックハントをメイン攻撃に、して DP 回復ができるようにして、おきます。ずっとサイキックハント、でいいと思います。最初間違って、違う技打っちゃったけど笑。続いては白バラ姫、もちろんブリリアントノーツ、ヒットポイント極小回復が人数分抽選される、のでうまくいけば回復いらずになる、くらい回復するので使いました。なんだかんだんでブリリアントノーツ、の威力もしっかりしてて良いんです。よね。BP が溜まったらブリリアント、ノーツでいきます。次はジュビちゃん、ガチャで、引いてからまだ戦線投入してない、ので初陣ですね。炎の矢で BP を貯めて、バイオレット、ナイトで攻撃をしていきます。追撃のダークフレアとフルーフで、より大きな余ダメが取れます。ジュビって何気に強いんじゃ、なかろうか。余ダメそこそこ出てる、よね。最後はこちらもガチャで引いた、ばかりのブアッハ神。ボス用じゃない、とは思うんだけど、いたずら魔術、領域、の効果がどんなもんか、見てみたくて戦線投入です。結果、短期決戦すぎて、よくわからなかった、わらわら。とりあえず塔がファスト攻撃なので、継承して使ってみました。やっぱり杖は強いね。しっかりメンバー選抜しなくても、ちょっと最近のスタイルを入れれば、余裕を持ってクリアできちゃうんだ。もんね、ジュビはかなり強いのは分かった。けど、ブアッハ神はいまいちよく、わからなかったなぁわら。おいおい分かってくるでしょう。今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。